えず今ね、いつものように仕事が一段落したんですけどね、見てくださいこれ、断線しました電熱グローブ。ちょっと使い方ね、荒かったかもしれないんですけど、まさかこんなすぐに切れるとは、全然気をつけてなかったな、断線に関しては。いやー参った。出先なんでね、いやこれね、熱が入んなかったら全然ダメです。ちょっと、無用の長物ってやつですね。よいしょ。いやまさかのね、電熱グローブ、服の中の配線の根元が断線しました。参りましたね。今日仕事結構遠いところなんですよね。浅草の方で。まあ晴れてるからねまだいいんですけど、気温がちょっと今日冷たいですよ。まあちょっとね、せっかくなんで。グローブを電源入ってないとどうなるかテスト、やってみようと思いますけどね。かなり体を張ることになってしまいました。これは寒いぞ。今ね走り始めて10分ぐらいなんですけどね、途中休憩必要かもしんないな。10分ぐらいでね、ちょっと冷たくなってきましたね、グローブの本体が。今いつもならこのボタンが光り輝くはずなんですけど、これなんか片っぽダメだと両側ダメなのかな、片手だけでも。
すいません、ちょっとお聞きしたいんですが、はい、RS 太一の、電熱グローブの、あのバッテリーってそちら置いてます？在庫。グローブのバッテリーですね。はい、バッテリー、はい、切実です。これは頼む、会ってくれ。もしもし、お待たせしました。はい、一応品番などはお分かりですか？品番はちょっと分かんないんですけど、今あの電熱グローブ普通のあの今年のモデルの使ってるんですけど、まあ、それに対応してれば。そうですね、一応当店に今はございますね、はい、一応あの充電器バッテリーセットっていうのが。充電器とね。あ、はい、あ、了解です。それ、はい、あれ1万円ぐらいのやつでしたっけ、それって。そうですね、一応税抜きが9900円なので。あ、了解です。はい、それに消費税、うん、1万と692円。はい、ただちょっとこれから向かうんで、はい、取っといてもらってもいいですか？あ、かしこまりました。うん、本日ですね。そうですね。じゃあお名前いただいてもよろしいですか？はい、タバコライダー。はい、はい、かしこまりました。じゃあ取り置きさせていただきます。はい、すいません。はい、はい、ありがとうございます。お願いします。はい、失礼します。あったあった、うん、よし、バッテリー買い行こう。バッテリーよっしゃー、あったぞ。うん、ナップス練馬へ GO です。いやー、いや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 、ほんと参った参った。タバコライダー、あら、接近中。かっけえ、やっぱいいね、かっこいいね。あ、元ブロガーさんかな、カメラついてるぞ。クロスプレー超かっこいいよ。1ヶ月で断然
する、あんなものの見事に。ちくしょう、もう寒い。まあでもせめてもの救いはあれか、グローブ顔じゃなかったってことだよな。グローブ側行ったらもうグローブごとだもんね。それは勘弁だよ、さすがに。もうちょっと耐久性欲しかったね、あの根元。あ、いや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 、寒い、冷たい、寒い、冷たい、冷たい、寒い、寒い、冷た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 いよ、冷たいよ、手が冷たいよ。俺の両手、俺の両手、寒い。いやー、こうねえ、電熱グローブないときこんな寒かったんだね。ダメだこりゃ。何分走った？30分ぐらい走ったか。非常にね、グローブが冷め切ってますね。まあまたこれ革だからね、冷えるとね、冷たいまんま、なかなかきついっすよこれ。いやもう麻痺してきたぞ手が。これはね、やっぱりウィンターグローブなし、もう冬のバイクはもう本当危険っすね。いやーこれグローブとしての性能、なんだろう、防寒のとしての性能はねほぼないっすよねこれね。多分一応直接風が手に当たらないようにはなりますけど、いやこれはねちょいと保温性ゼロっすよ、このグローブ。電熱効果が切れると入ったな。ちょっとグーグル先生に背いてショートカットしてみよう。こっちの方が早いはずだ。1時間電熱効果なしで走ったわけか。あー寒いなこれ。よし、あと6分ってとこまで来たぞ。よし、10分は短縮できたな。タマコライダー、セット置いてありましたんで、購入してきました。いやーこれはねいいね。まずね、まあバッテリーデビューしたわけですけど、これで、いや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 助かっちゃったな。でもこれバッテリーやっぱいいかもしれないな。ケーブルがないんでね、ほんと煩わしくないや。普段はやっぱこれでいこうかな。
しかしね、今回、分かったのはね、陶器の、バイクはね、電熱機能のない電熱グローブでは、まあそうですね、時間にして40分ぐらいが、まあ、限度っていうところでしょうかね。それは分かりましたね、今回の件で。いやー、ほんとね、手は死ぬかと思った。50分、まあ1時間弱乗ってたんですけどね、まあ40分過ぎたぐらいからもうほんと手がね、手の神経がちょっと麻痺しちゃってる感じがしてましたね。はい、それでは今回のね、元ブログは、急遽ね、断線してしまったというアクシデントから、こういった本当はね、カスタムのこととかやりたかったんですけどね、まあ、もうこうなっては仕方がありませんので、急遽、電熱グローブのバッテリーレビューということ形にね、相になりましたけどもね、なかなか、バッテリー身軽になれていいです。配線の煩わしさがなくなるっていうのは、これ結構画期的かもしれないですね。最初からバッテリーにしとけばよかったと、少し思っております。それでは、またね、動画で、お会いできればと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、バッテリーが切れるのね。